私は奏、日本一の金持ち学校ソプラノ学園に通う高校生。今日は風強いな。なんか粉も飛んでるし、今日もいつもの一日が始まるはずでした。ちょっとウケる。奏、変な部屋を癖つけてるね。彼女はエマちゃん、経営者の父親と元モデルの母を持つ、まさにソプラノ学園にふさわしいお嬢様。600って何なのよ。何のこと？そういうエマちゃんも数字が。さらに教室へ入ると86、117、301、みんな数字だったんじゃん。突然頭上に現れた数字、一体これは。キャー、ソプラノ少年団かな。いや誰、追い詰めたプニッコの不審者め。誰が不審者よ。私は初太を愛する偉大な発明家よ。めちゃめちゃ怪しい。あら、薬の効果がうまく出てるわね。薬？新しく開発した可視化薬、さっき飛行船で学園にも入ったのよ。可視化された数字はスクールカースト。あー、これで私好みのリア充初太を見つけられるわね。スクールカースト600って。やった、1位ってやばくない。ふざけるなプニー、勝手に変な薬撒いて。連れて行け、警察に引き渡すプニー。あ、待ってよ、まだ初太を見つけてないのよ。やっぱり不審者だ。ねえ見て見て、エマの数字見える？あ、1だね。カースト1位ってことだよね。で、これでは何位なの？見たらわかるでしょ、600よ。600ってやばいよね。でもしょうがないか、カナデはシュードラ、エマはバラモンだから。それスクールじゃなくてヒンドゥーのカーストだよね。スクールかヒンドゥーかよくわかんないけど、カナデが貧しいのは事実っしょ。悔しいけれど、確かに我が家は大貧乏。自販機の下に落ちてる小銭が可視化できたらいいのに。恥ずかしいから拾うのやめて。こんな私がなぜ金持ち学園に通っているかというと、目指せ玉残し。詳しくは過去の貧乏少女シリーズ動画で話してるプニ。学園に馴染めていないのは感じていたが、はっきり数字になると辛い。みんな奏の順位見てよ。クラスでダントツ最下位じゃん。まあ奏だしね。あ、今度こそソプラノ少年団。ソプラノ少年団、それは御曹司4人組からなる学園のアイドル。お金もあれば見た目も抜群。ソプラノ学園のカーストトップに君臨する絶対王者である、ソプラノ少年団リーダーのアルト君。カーストの頂点に立つんじゃない、俺の下にカーストができるんだよ。ド S な俺様御曹司。順位なんてつけずにみんなで手をつなげたらいいよね。優しい王子様キャラ成田君。順位とかカーストとかめんどくせえ。ちょっとこわもてカイリ君。最後はキングオブマネーカジノ君。カーストにお金は関係ないよ。あんたが言うな。ね、少年団様の頭の上を見て。カースト順位というかもはや殿堂入り。当たり前だろ、僕らはスクールカーストに収まるキャラじゃないのさ。さすが少年団様。おい、奏の600ってなんだよ。600人も生徒いたかな。うるさいな。あら、奏の順位が上がったわ。え、なんで？決まってんだろ、少年団効果だ。あ、すごい。少年団様と話すだけでカースト上がるって。少年団様、お声かけをくださいませ。うるせえな、暇じゃねえんだよ。あんなのが学園トップでいいのかしら。あ、あなたの数字戻った。その日、家に帰っても可視化が消えることはなかった。600っていいの？悪いの？まあ、真ん中ぐらいかな。嘘だ、最下位だ。でも、そのことを母親に知られたくない。カーストって便利ね。カースト高い系男子が一目でわかるじゃない。カースト高いってことは御曹司でしょ。狙い目。思考回路が初体って人と一緒だ。スクールカーストなんか見えたところで日々は変わらないよ。そうね、カーストがないだろうと目指せ玉残し。そして国内カースト1位。うおー。ね、何を目指しているの？しかし変わらないという私の考えは甘かった。掃除だるい。あんたたちやっといて。私たちの方が上なんだから言うこと聞きなさい。自分より上の数字には逆らえない雰囲気ができてしまったのだ。ぜ、下の奴らにやらせようぜ。おい奏、掃除やっとけ。え、最下位の私は誰にも逆らえない。奏、今日の課題もよろしく。私の分もやっといて。また
掃除に課題、お昼ご飯の調達などなど、クラスメートの雑事が際限なく降ってくる。うわー、体育の後だから床ドロドロじゃん。バナデが拭いたくって。雑用がいるって快適だね。誰か手伝ってよ。何してんだカナデ、なんかこぼしたか。これは少年団様、最下位のカナデに床掃除させてるところなんです。最下位だと床掃除しなきゃいけねえのか。え、だって最下位ですよ、一番下ですよ。その理論はよくわかんねえけど、カナデの順位が上がれば問題ないんだろ。もうじゃあいいぜ、1位にしてやるよ。え、ほらな、1位になるのなんて簡単だぜ。アルト様に不可能はない。なんなのよもう。ちょっと何よ今の。最下位のあんたがなんでアルト様に。一瞬1位になったからって調子乗らないでよ。いや違う、私が頼んだわけじゃないのに。他人の力で順位上げるとかせこすぎ。そうよそうよ、コビ言ってんじゃないわよ。おい、あれでよかったのか。あとは奏が頑張るしかないだろ。こんな私が息抜きできるのはバイト時間しかない。相変わらず数字出てるね。彼女はバイト仲間のハルちゃん。この数字のせいで学校生活はむちゃくちゃだよ。見せたらいいんだけどね。あ、お客さん来た。いらっしゃいませ。って、カイリ君、奇遇だな。こんなところで何してるの。タピオカ飲みに来たに決まってんだろ。甘さ100で頼むわ。その顔で甘党。あ、カナデの順位上がってるよ。うん、少年団と話している間は上がるみたいなの。ってことはこの人が少年団。いつも奏のことバカにしてただで済むと思わないでよ。お待たせいたしました、はるちゃんスペシャルブレンドです。絶対飲みたくないな。バカにしてるつもりはねえよ、ただ本音で言ってるだけだ。余計傷つくわ。でも今日は余計なことして悪かったと思って。ほら、アルトが。ああ、1位になったのに大変だったよ。順位って1日で何回も変わるんだね。さっきも変わってたし。ってことはさ、結構簡単に変えれるもんなんじゃない。どうだろうな、俺たちが離れたらすぐ最下位に戻ってたし。諦める前にやるのよさ。は、俺が何を。何でもいいから奏を何とかしなさい。はあ、友達を名乗るならそれくらいしなさいよね。なんでそうなるんだよ。ありがとうハルちゃん、その気持ちが嬉しい。とはいえ、カイリ君が何かしてくれるとは思えない。つらいよ、教室戻りたくないよ。見つけた。成田君か、びっくりした。エマたちだと思った。苦労してるみたいだね。正直言うと少年団に構ってほしくないの。ひどいことになるから。そんな寂しいこと言わないでよ。いい解決方法を教えようか。解決できるの。うん、僕らと離れても順位が下がることもないよ。本当？どんな方法。僕の彼女になればいいんだよ。え、彼女びっくりさせちゃったかな。まあ考えといてよ、明暗だと思うからさ。そんな、いきなり。まだドキドキしてる。ふわふわした心地だったが、しかしすぐ現実に引き戻されることになる。あ、いたいた、最下位。どこにいたのよ最下位。雑用言いたい時に困るじゃん。ということで今から買い出しよろしく。また、もういい加減にして。おい、いい加減にしろ。カイリ君、本当に助けに来てくれたんだ。いつまでうじうじ言いなりになってんだよ。え、私嫌なら嫌で突っぱねろ。ああ、それからクラスメート、え、悪いけどお前らも奏のことを応援してやってくれ。再会は再会なりに頑張ってるみたいだ。え、じゃあな。カイリ君がわざと私を叱ったのだと分かったのは彼が去ってからだった。エマちゃんたちは気が抜けたようになっていた。カイリ君が言ってくれた言葉はその通りだ。いつまでもうじうじしていては変わらない。私はみんなに話しかけるようになった。おはよう。おはよう。バーストのことを忘れると普通に話せるようになった。数字を一番気にしていたのは私自身だったのかもしれない。奏での順位また上がってるね。あれ、本当だ。頭の上に数字は出たままだけど平和な学校生活になりつつある。これで少年団とも以前のように話せるかな。その頃少年団は、いい天気だな。
絶好のゴルフ日和だね。ナイスショット。イケポチャ、頭の上のレジェンドも見慣れたな。慣れるもんだね。まあ可視化されたからって生活は何も変わらないからね。他の生徒はそうでもないみたいだけどな。そうだね、みんな数字にとらわれすぎてる。一つでも順位を上げるために裏切ったり貶めたり。まるで戦国時代だな。情けねえな、こんなに学園が荒れるなんて。そんな中、奏では頑張ってるみたいだね。ひどい扱いは受けなくなったみたいだ。順位もどんどん上がってるし、そのうち本当に1位になったりしてね。しかし、私には良くない変化が起きていた。嘘、また数字が下がってる。このところ急激にスクールカーストが下がっている。数字を気にしないようにとは思うものの、うまくいかない。何よりクラスメートの冷たい態度が気になる。おはよう。どうして、私何かしたかな。そしてとうとうまた最下位。また辛い日々に戻るの。どうしよう。最下位見つけた。エマちゃん、また雑用係になってもらうからね。あれ、エマちゃんいつの間にか順位がだいぶ下がってる。うるさいわね。大丈夫だし、かなでが最下位ってことは作戦がうまくいってるってことだし。作戦、つまりね、もうすぐエマが1位に返り咲くってことよ。みんなエマにひれ伏しなさい。で、私が最下位じゃない。なんで。あ、599になった。当然の結果だな。バイリ君、なんでエマが最下位なのが当然の結果なの。かなでの悪意ある噂を流したのエマだろ。はあ、知らな。証人がここにいる。そうだろう。ちょっと、あんたたち裏切る気。おい、正直に言えよ。ごめんなさい、エマに言われて嘘の噂を。かなでが少年団様を利用して順位を上げたって言いふらしました。そんな。かなでのことだけじゃねえ、カースト1位を保つために情報戦で他人を貶めてたな。自分の地位を守るためだもん。その結果信用をなくして順位下げてんだから世話ねえな。ま、噂を信じる奴らもどうかと思うけどな。かなでが僕らを利用したって。少年団が貧乏少女に利用されるわけないだろ。お前ら目を覚ませ。確かにそうだ。じゃあかなで、何も悪くないじゃん。ごめんね、かなで。私、分かってくれたならいいの。おい、頭の上見てみろ。あ、順位が上がっていく。やだ、エマが最下位なんてやだ。なんでエマが最下位なのよ。みんなの雑用係なんてやだよ。よく言うわ、今まで散々人のことこき使ったくせに。因果応報ね。あ、見て、数字が。消えていくな。薬の効果が切れたらしく、可視化されていたスクールカーストは綺麗さっぱりなくなった。今回のことがエマちゃんには答えたのか。もう偉そうにしません。信頼回復を頑張ります。彼女はすっかりおとなしくなった。私は今まで通り少年団と喋れるようになった。今回もありがとうね。しかし、もう一つ解決せねばならないことが。成田くん、この前の提案なんだけど、もう必要ないかなって。うん、確かは消えたからね。まあ僕はちょっと残念だけど。残念。おい、なんだよ提案って。それは秘密だよ、僕と奏の。はあ、おい言え、貧乏少女。だめ、言わない。はあ、くそ。じゃあいいよ。スクールカーストが消えたからって安心すんなよ、かなで。どういう意味？目に見えないだけで、この世はカーストだからな。社会カーストはマネーがものを言うからな。かなでの順位はどれぐらいかな。苦労の絶えないやつだな。余計なお世話よ、このうぬぼれ御曹司ね。成田だよ。カイリだ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。まさかソプラノ学園でも初体さんが出てくるなんてね。あいつはどこにでもいるな。みんながかなでちゃんだったら、僕とカイリの助け方どっちで助けてほしいかな。よかったらコメント欄で教えてくれ。動画の感想も待ってるよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして。
これからも応援よろしくな。それじゃまたね。